はい、南翔です。すいません、ちょっと切れてしまってましたね、やっぱり。ハンガー、あー、どうも、ただいまです。ひらりんさん、どうもです。あ、おかまです。りんさん、どうも。一番行きたい店はトンデムン、東大門って書くとこなんですけどね。東大は東の大きなで門って書くとこなんですけど、でちょっとね、ここから離れた場所でした。ちょっとここから歩いていくのはいけないことないですけど、結構時間かかりそうなところで、でハンガンっていう店があるらしいですよ。そっちは海鮮チヂミがうまそうな店ということで、このスコビトプラザの1階にあるらしいんですね。そのハンガンをちょっと探して、あれ違うか、あれテグエンって書いてるか、この辺っぽい写真だったんですけどね。ハンガン、東大の赤門、あー、東大の赤門ね。あれなんかこの間俺ちょうどどこで見たんかな、なんか YouTube で、あ、そうですそうです、東大と京大、東大に入れる人は本当にみんな京大に楽勝で入れるのかみたいな、そんなのみたいやな。あれ、ハンガンないやん、マジで。キム君、ジャンウォン、もうちょっとタイのキムチは中国産か、うわ、それはどうなんやろう、ちょっと聞いてみたいですね。ホバック、こっちは違いますよね。うん、ハンガンって書いてないな。あれ、なんかこういう作りだったんですけどね。ブレーミョンガ、まあ、ミョンガちょっと有名なんですけどね。東大は京大、それはね、半分京大で半大です。すごい、またみんながさーっと血の気が引くようなこと言ってしまいましたね。フワシンで、サルロマン、サルロマンで、ドン、トンイ、ハンガーそれはハンガー食えたらね、いいんですけどね。あ、ここがハンガンか。あ、ここ俺一回来たことあるぞ、ハンガン。そういうことか、ここがハンガンなんか。一回来たことあるんですよ。ちょっと見てみましょう。あ、もうこの焼肉はいいね。焼肉はちょっとこんな起き抜けに、こんな焼肉厳しすぎ。チヂミ、海鮮チヂミどこにある？あ、冷麺もある。うわ、冷麺見てしまったらなんか冷麺に心が傾くな。中国のキムチって行中の卵みたいなのが入ってて、韓国で、マジっすか、チヂミどこにあるの、チヂミって書いてないな。あ、書いてある、これ違うんか、これ海鮮チヂミ違うんか。ウィズシーフードって書いてある、300バーツ、結構すんな。よし、でも行ってみよう。ハンガン、ハンドガン、怖っ、怖っ。900円でしょ、結構するよな。もうそれだけでいいかな、俺それ1個だけで。ちょっと少なすぎたら、少なすぎたら何か食います。じゃあチヂミ、こ
今度やわに金庫ポーレお前さあでちょっとですねこれ難しいなちょっと一旦すごい斜めるあの横向くんですけど一旦こうさせていただいて横向くんですけど、キャス棒を探しましょう。いや本当に少なかったら高めでいや、それもっと補われんよ高めって。よし。あ、もっとちゃんと用意した方がいい。足も開いて、OK、用意できました。タイで900円高いでしょ。いや本当そうなんですよ。300バーツまあちょっとね、こんな贅沢。まあでもその本当はね、嫁がいたら嫁のビザ取り祝いでって思ったんですけど、まあまあ仕事行くって今日は言うやろうなと思ってたんで。嫁には申し訳ないんですけど、一人で嫁を祝って縮みを食いました。何の関係があるのかどうか分からんけど、そういう話にしておきます。ちなみに店内こんな感じですね。こうやってこうシンプルな作りになってるんですよね。2階、僕前に買いに行ったんですけどね、最近できた、あ、持って帰らん、そうですね、こっからはちょっとBTS に乗ったりして動かなければならないっていうのがあって、でまあちょっと今日はだから持って帰らずここでもう食っちゃいます。まあもしだから量がある程度多いなとか思ったりとかあったらとか、反対にものすごい少なかったりしたらもう一品頼むと思うんで、その時には半分残して嫁に持って帰るとかね、そういう風にしようかな。卓球の広告あったとこ、え、マジですか、卓球の広告、ハンガーそれとも縮みになんか関係あるかな。これ何でもないただのミスですけど、またいつもの通りね、はい、とりあえず KP です。どうも皆さんありがとうございます。嫁を応援していただいて本当ありがとうございます。ビザ取れたことで KP です。ありがとうございます。この時間帯お客さんは結構来ないっすよね。やっぱ帰る人をチラチラ見かけたっていう感じですかね。違うとこかな、卓球、あ、卓球の広告ってあれか、僕がベロベロになったとこですか、大晦日に。あそこはちょっと違いますね。あそこはなんか2階建てになっているような建物のところで、あそこはメインはでもタイ料理なんかな、日本人とか韓国人とかのお客が多いって言ってましたけどね。前に来た、あ、配信じゃなかった、その時はタイ人のさ、ちょっと最近できたタイ人の友達がおって、で僕が仕事終わるの夜っていうのを知ってたんですよね、彼はね。で飯食いに行こうって言われて、でちょうどたまたま僕も飯食ってなかったんですよ。でもそれで、あ、食ってなかったことなかった、違う違う、飯がたまたま何かのことで少なかったんや。でそれでちょっと腹減ってるなと思ってるところ、ちょうど電話、そういう電話かかってきたんですよ。っていうのでもう嫁も寝てしまったんで、じゃあ行くわっていうことで出かけたんですね。でその時だったんでちょっと回しにくかったんですね、配信は。あ、KP ありがとうございます。 KP ありがとうございます。そうですね、はいはい、そうだと思います。KP 皆さんありがとうございます。卓球の広告って奥様が料理を、そうそうそうです、そうです。で職場もそこではないんですよね、だから。いやでも大晦日はちょっと久しぶりでしたね。飲んでちょっと飲むこと自体がね少ないんであれですけど、飲んで気持ちが悪くなったの久しぶりでしたね。あ、
僕一つ気づいたことがあったんですけど、よくよく考えるとあのこの韓国系のお店でまたキムチとかいろいろ出てくるじゃないですか、突き出しみたいな感じで7、8種類とか 6種類ぐらいかな、5、6種類とかかな、なんですけど、あれあのチヂミ単体で頼んでも来るもんなんですかね、まあ、あれが来たらもうだってほとんどあれだけで腹膨れる。キタラオスでなってた、あ、キタラオスはだからあれですね、まあ、飲みすぎてベロベロなってたんですけど、どっちかっていうとキタラオスは後でこううわーってなったんですけど、まだマシでしたかね、マシっていうか、まああのフラフラなって、ね、あの寝ましたしね、あの時ね。で、あの家に、家じゃない、あのホテルに帰らなければもうどうしようもないということも分かってたんで、帰って寝れたっていうのもちょっと大きかったかな。まあ、飲んだ量でいうとあそこの方がね、本当半端ない量飲みましたんであれでしたけど、でもあれ太一さん言ってた通りやと思うけど、あの時はあのあれでしたっけ、ギルビーズでしたっけ、あのギルビーズはやばかったな。一気にゴーンと来て立ち上がったら、あの一気になんかあの天井が、鉄板の天井が低すぎて、で僕が勢いよく立ちすぎてガーンってなったみたいな感じになって、そっからあとひどかったですね。ということで皆さんにご迷惑をおかけして本当にその際はご心配をおかけしました。本当で、まああのどういうんですかね、笑いの鉄板ね、頭の上にねガーンと笑いの鉄板がやってきて、僕も頭打ちしてね、たらいをしてきた、そのパターンですね。もうほんとドリフの世界ですね、ガッコーンとなってましたから。いや思えば粗相の多い配信ですね、僕の配信も。こうわざとねハプニングを起こす人たちいっぱい、チューバーとか配信者とかでいますけども、まあ僕はそんなことはねしないぞと思ってたんですけど、あの自ら結局自分の性格が自らそれを招いているっていうねそのパターン多いですね本当に。それからね、YouTube に今僕のチャンネルに、このキャスのアーカイブで残してるやつをザーッとアップしてたんですけどね、もう結構アップしたと思うんですよ。どれぐらいアップしたんかな、40以上は もっといったかな、なんか結構バババッとアップしたんですけども、一気にアップしすぎっていうのが、この個人の量で考えられないぐらいの一気のアップっていうのが、なんかこう制限かけられるっていうのもね昨日読んだんですよ。怒られた、怒られたっていうのはあれですかね、著作権の侵害みたいなのが来たっていうやつですかね。制限あるのなんかね、はっきりはしてないんですよ。無制限でアップできますって、それでまあ本当にまあ神みたいなこと書いてあったんですけど、ただその個人のアップ制限、アップがかけられる常識でいかないと通信制限がかかることがあるみたいなね、通信というかアップ制限がかかることがあるってそのサイトにはまあ書いてあったんです。でもそれは憶測かもしれないですよね。だから制限、無制限という話でしたしね。それから1日にだから常識的な範囲として、チャンネル開いたばっかりだったら1日3本ぐらいまでで、もうちょっとチャンネルが太くなったら1日5本ぐらいまでっていうふうにね書いてあるんです。で僕上げた量がそんな量じゃないので、もっと大変な量上げてしまったので、それでかかってるんかなっていうのもあります。ただちょっとさっきも話したように
著作権の侵害がその中に1本あったっていうことでね、なんか多分店内で BGM がずっと流れたのを1本丸々多分入れてしまったっていうのが多分かかったと思うんですけど、それのせいかもしれないですよね。でまあちょっとあのもう昨日、おととい、まあ、大量アップしたんですけど、おととい大量アップしといて昨日いきなりまたもう一回チャレンジっていうのもねやばそうなんで、まあ、やめたんですけど、 BGM ダメね。いやあの正確にはわからないです。あの音楽会社の著作権侵害っていうのだけは、その著作権侵害の申し立てをした人っていうのがまあ、明記されてて、そこからまあ一応分かったんですけれども、でも楽器店巡りだったんで、まあ、ミュージックと書いてあって、それがその名前がひょっとするとあの、まあ、僕その、まあ、具体名を挙げるとねちょっといやらしいんで言わないんですけど、いくつかの楽器店回っていた中で長井久楽器店があったんですけども、その楽器店の、まあ、僕らが一般的に知ってる名前、その名前じゃないような企業名なのかもしれないなとも思ったんですね。そこが著作権の侵害ということだと、まずちょっと方向性が変わってくる。その店内をずっと映してるっていうのが NG っていう、まあ、ことなんかなっていうふうには思ったりします。やっぱり日本のどっかのアップっていうのは、結構僕日本物を中心にアップしてしまったんですけど、ちょっと気をつけた方がいいなっていうのは思ったりもしましたね。そんな経緯ですね。ただね、まあ、あのここにいらっしゃる皆さんにそのお話をしてもね、あの厳格なんですね。で、まあね、あの何で引っかかったのかっていうのは、詳細を見たりしても、その何の件でっていうのははっきり書いてなかったんですね。あの侵害の申し立てがこの人からあって、でいつあってとかっていう、ね、そういう細かいことが出てきたっていうだけだったんですけども、まあ想像するしかないんですけどね。おばちゃん世間話ものすごい人ですね。ちょっと、おばちゃん世間話のおばちゃんをちらっと見てしまいました。そしたらおばちゃんがちょっと声を小さくしてしまいました。いや全然僕大丈夫だったんですけどね、ちらっと見て僕は笑顔にしてたんですけどね。チヂミは今ゆっくりゆっくり作られてるんじゃないですか。それともチヂミだけになめくじみたいにチヂミ、あの塩かけられてチヂミすぎてちょっと消え失せてしまった可能性もなきにしもあらず。膨大な量のアップからよく調査権で、あのね、だからこれ前話しちゃったかもしれないんですけど、来た速さから考えて、アップして来た速さから考えて、実際にあのなんかこうアルゴリズム、まあだからあのほらアルゴリズムはおかしいんか、あのまあ、ネット上のことなんで、やっぱり二進法なの0、1の記述問題なのかな。そこであの音楽に関するカテゴリーのその0、1配列の中であのそれに該当するらしきものっていうのがあったら、バンと弾き当てられて、でその音楽を実際に例えば照合できるようになってるんじゃないんですかね。なんかそのAI でチェック、まあそういうことなんだと思いますよ。あれだけの速さで来たっていうことはまずそうだと思います。それをあの時間に、日本時間で言うとすごい遅い時間ですから、あの時間に誰かが見てはいこれアウトってなったとはあんまり思えないんですよね。まあね、 Facebook とかもあの結構ほらあのヘイトとかもね、関係とかを上げてきてとかよく言うじゃないですか。あの辺だから全部やっぱり AI チェックがまず基本なんじゃないかなって、まあ、僕はそういうふうに思ってます。
まあね、で、まあ、皆さんにとってはね、そんな僕がそのね、キャスで生で配信してるのにアーカイブをわざわざ、しかも米なしで見るために YouTube へ行こうっていう人はね、めったにいないと思うんですけど、でもどうなんですかね。いや、簡単に YouTube に上げられることが分かったんで、まあ一応ちょっとまあまあ自分でこの回はほとんど振り返りなんかしてないんですけどね、面白そうなんかなっていうものを、まああまりチェックもせずに上げちゃったっていうのもあって反省もしてるんですけど、まああれ上げといたらなんかなるんですかね。あの一応ね、それであの URL がね、その説明のところには、YouTube 動画の説明が出るところには、出てきて、であのクリックしたら一発でそのキャスのアーカイブに、まあ、リーチできるんですね。でもまあ同じ画像は画像なんですけどね。でもそっから訪問してくれる人とかもおんのかな。でもわざわざそんな面倒くさいことするかな。まあでも YouTube 見る人の方がやっぱりキャスを見るっていうよりは幅が広いから入れてた方がいいものなんですかね。どうなんですか。まあまあせっかくあげたものはもう削除しないつもりなんですけどね。でしかもね、あれでした、あの YouTube もちょっと親切といえば親切なんですけども、その著作権違反になった動画が自動削除とかそういうことなんじゃなくて、おそらくその著作権法に加盟してるとこっていうのがあると思うんですけど、国があると思うんですけど、その国ではもう視聴することができなくなりましたっていうことで、で以上のこの件について承諾できている場合は別に何の操作もいりませんということで、動画は置いといていいっていうことにはなってるんですよ。だから僕も何かのことになった時にもう動画消しました。でもそのことについて、まあ、例えば今アップ制限とかが出てるんでね、方法でそういうことみたいですよ。だからプライベートで置いとくっていうのもできるじゃないですか。公開っていうのを選んで限定公開とかなんかいろいろ選択できるじゃないですか。あれプライベートで自分のために置いとくこともできたりするみたいなんで、だからまあ扱いとしてはそういうのに近い扱いみたいな。アップアップですよ本当に。もう上げすぎてアップアップですっていうことで、だからまあね、置いといて、そこに動画置いといて、でまあそのまんまにもしとけるっていうことなんですよね。やっぱりその親切は親切ですよね。でもどうなんでしょう実際、やっぱ YouTube に置いといた方がいいんかな。あ、ただ一個だけ消さないかんやつ思い出した。でもそれはここで言うのはやめよう。AU なんですか。え、マジで。呼び出しを。あれってタイでめちゃくちゃ僕よく聞きますよ。え、 AU スマホユーザーが溢れてるってこと。さっきの音楽、タカタン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 タカタン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 でしょ。足までさんどうもこんばんは。こんばんは。そうか、もう2本そうか。寿命遅いですね。ものすごい念入りに作ってる。あ、やっぱりデスデスでしょ。テキテンテンテンでしょ。あれめちゃくちゃよく聞きますよこっちで。あれ僕なんかのアプリの音やと思ってたんですけど違うんですかね。あ、来ました来ました。来ましたよ。あ、日本ピザ。これはちょっとやめて、海鮮チヂミ。OK。練りに作って縮みすぎた。まあ大きさ的にはでも結構大きいですよ。でね、僕がソクチョンっていうお店で食べたやつと意外にもちょっと似てることに気づきました。意外にもって言ったのは僕DM でいただいたあれが
あの画像がもっともちもちして見えたんですよ。でもそういうことじゃなさそうですね。結構サクッと系に近い雰囲気がなんか漂ってきましたね。これちなみにですね、ちょっとこれからつまんでみるんですけど、新しい iPhone みんなそうなんですか、あの音なんですか、 iPhone だったんですね、 iPhone の音楽だったんですか、そうか。でもまあまあ自由ですけどね、 iPhone なんですね、サムスンじゃないんですね、韓国料理屋の。これあの、まあ、キムチなんですけど、これ何のキムチかわかるでしょうか。僕は早速食べてみます。いただきます。やっぱりね、何でしょう、そうだと思ってたんですけど、やっぱりそうか。まあ、一応ね、ヒントはこれタイならではなんですよ。これあの本国の韓国ではめったにないはずです。あったとしてもね、かなり珍しいと思いますよ。キム、いや人間ですやん、それキムって。香ばしい、パリパリしてる。これもちっと系じゃなかった。うん、あのつけだれが結構酸っぱめで、ここうまい、ここうまいですね、ここは。もしかしたら新スポ、え、急にですか、急にですか。で、香ばしい、香ばしい。なるほどね。まあ、これ当然キュウリなんですけどね。うん。あ、あっさりしてる。辛みも少ない、なんかびっとりついてる割には辛みも少ない感じでした。ちょっと苦みを、あの唐辛子の苦みをちょっと出したみたいな感じですね。こっちは白菜。赤字か。企業体としては赤字化を立て直さないといけないですね。あ、仁さん、コンテンツ声ありがとうございます。あ、延長できるようになった、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ハンちゃんこんにちは。コリアンリストだ、そうです、そうです。海鮮チヂミを食べてます、うまい。あのね、ここの、あ、園長ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。あのちょっと感心してるのは、このタレがあのしつこくないんですよ。ある意味で、どう言えばいいの、このうまさを言うには、あのタレって結構こう、なんていうの、何をつけたとしてもある程度のこう濃さがあるじゃないですか。あ、牧国籍韓国、あ、やっぱり それでハンちゃんなんですね。ハンちゃんのハンは何ですか、あの川のあのハンガンのハンですか、あの漢字の漢ですかね。まさしくこのお店、あのハンガンっていうお店、あの漢字の漢に川って書く、あのハンガンっていうお店来てるんですけど、ね、あ、関心スパそっちか、あ、そっちはまさしくそうですね。あ、韓国の漢で、あ、そういうことなんですね。あ、だからハンちゃん、あ、そっかそっか、韓国人ですよっていう意味でハンちゃんなんですね。そういうことですか、すみません、失礼しました。うんうん、あのでね、つけだれなんですけど、
これね、味がね、薄いんですよ。でね、でも液体じゃないですか。液体だからこういうものにつけるとサクサクだけじゃなくて、当然こう味にこう水気が加わってね、食べやすくなるじゃないですか。っていうのがちょうどうまい具合にしてるんですよ。これうまいっす。だしの感じっていうのもいいし、ちょっとだしっぽい味なんですね。醤油と辛味と酢、あ、そうですね、そんな感じです。醤油と、まあ、唐辛子も入ってますし、酢の味もします。でも普通に醤油と唐辛子と酢を入れて濃い感じの味になってないんですよ。そこが最高にうまいですね。あ、ハンちゃんは分かるんですかね。ハンちゃんにじゃあ聞いてみましょう。ハンちゃん、これキムチじゃないですか。これキムチじゃないですか、これね。これキムチ、これ何キムチか分かりますか。おばちゃんのおしゃべり、これはもう僕はもう大阪のおばちゃんで慣れてるので全く普通の韓国語を大阪弁に変えたらそのまま大阪の話すと一緒のように思ってました。あ、そうか、ハンちゃん大根の千切りね。あ、それはそうですね。聞かれたらそういうふうに答えますよね。まあ、そうかそうか、絶対そう見えるよな。ちょっとはしたないんですけども、これね、実はね、まあ、僕ちょっと食べてみますよ、もう一回。これ結構わからんか、これ大根っぽいっちゃ大根っぽく聞こえるか。歯で噛みしめたら大根以上にキュッキュッキュッキュしてるんですよ。半分はおばちゃんのおしゃべりね。まあ、僕の声よりおばちゃんのね、おしゃべりの方がね、2人いるだけでね、言葉数は多いですからいやでもおばちゃんのおしゃべりいい BGM ですよ。あ、ゆらにさん正解。そうなんですよ、これパパイヤなんですよ。だからこれ韓国で珍しいって言ったのは、そのさっき言ったのはそのお話だったんですけどね。そうなんです、これパパイヤなんですよ。もちろん果物として熟したパパイヤじゃないですよ。まだ青い状態のパパイヤ。日本の韓国料理、まあマジですマジです、日本の韓国料理ほぼ和食に近い。あ、やっぱりそうなんですよね僕もソウルに行って韓国料理食べた時に、もちろんどれも全部美味しいんですよ。すごい美味しいんですけど、やっぱり日本で食べてる韓国料理と違うなっていう感じはあったんですよ。パパイヤのキムチ珍しいでしょ。でもこれね、バンコクにいらっしゃったらぜひこういうお店来てみてください。パパイヤのキムチが多いんですよ、本当に。ソクチョンもそうでしょ、でここハンガーもそうでしょ。これね、僕結構ね、バンコクにあるこの韓国料理屋さんで何回も食べてるんですよ、パパイヤのキムチ。パンちゃん、日本の韓国料理ってどうです、美味しいのは美味しいんですか。それともやっぱり韓国の人にとってはやっぱり韓国の方が美味しいよって思うんですか。これもはっきり言ってもらって結構ですんで、あ、パパイヤのキムチはタイ産でしょうね。これタイでつけてると思います。
応それをね聞いて僕も注意しながら一応ね見てるんですけどね。ちなみに外国にある日本料理っていうことで言うと、そうですね、あのまずタイにある、日本料理店の中でタイ人が経営しているところねは割とこう差があります。寿司屋とかで高級なとこは本当に日本に近いです。でもやっぱ安くなるほどすごいタイの味になってきますね。あ、日本の韓国料理は在日系が多いから、和風韓国料理、あ、そういうことなんですね。じゃあやっぱりその和風で韓国料理でということで、なんていうんですかね、それなりに美味しいとも思うもんなんですかね。ハンちゃんは好きですか、日本の韓国料理は。僕はこのタイにある日本料理のお店は、例えば弥生軒こっちにあるんですけど、弥生軒行ったらあのそれなりにね、それなりにはうまかったですよ。でもおそらくなんですけど、日本の弥生軒の味よりはだいぶ落ちるかなっていう気はしましたね。結構量あります、やっぱり。それからダブルで質問して悪いんですけど、ハンちゃんは今日本で住んでるんですか、それとも韓国で住んでるんですか、それともそれ以外の国で住んでるんですかね。ちなみに僕はあのちょっと見ていただいて分かるかもしれませんけど、あのあそうか見ていただ、あでもハンちゃん前に来ていただきましたもんね。僕はあのバンコクで住んでる、タイで住んでる日本人です。タイ料理も日本料理も韓国料理も大好きです。あの韓国ソウルに行った時の話なんですけど、ずいぶん前にソウルに行ったんですが、あのその時僕は何に驚いたかというと、あのまあ僕はあのできるだけ、その場所のね言葉で喋るっていうのが好きなので、あのちょっとね もうかなり忘れたんですけど、何かを韓国語で喋ったんですよ。タクシーでだったんですけどね。そしたらあのその韓国語がうまくないので、もうすぐにバレるじゃないですか。そしたらタクシーの運転手の人があんた日本人かって言ったんですね。あの本当イントネーションとかも多分そのままで、そうに大阪弁だったんですよね、あの人がね。あので大阪のどこやって聞かれて、あいやいや日本のどこやって聞かれて、大阪ですって言ったら、あ大阪だって懐かしいなって、俺も住んでたんやってね。まあまあ日本にね、あの大阪にすごいあの韓国人の方多いのはね昔からなんですけども、まあ、僕の友達にもね、あのリー君とかあのいうね
韓国人の方がいっぱいいるんですけど、いたんですけどね。そしたらタクシーのおじさんは、韓国で日本語を言ったら大阪弁が普通やでって言ってました。大阪に多いのはなんでって、なんでやろうな。その僕が呼んだのはちょっと日本人のね悪いことしてしまったお話になるんですけど、なんかその何ていうのかな、運河とかを作らせたりするのに大量に人が必要 でその時になんかその韓国から強制的に呼んだのかどうかちょっとわからないんですけど、雇った人がすごい多かったっていうのは読みました。でも普通だったらね、多いのは福岡とかになるはずですもんね、韓国の方がね多いのは。大阪に特別多いのはね、どういうことなんですかね。あ、福岡は多いんですか。それ初めて聞いた。そうなんですね。福岡多いんですね。ちなみにこのパパイヤキムチが一番辛いです。一番こう ビリッときますね。こいつが一番のパンチです。そして追いキムチ、ね、これね、これはあんまり辛くない、てんこ盛りついてるんですけど辛くない。これ白菜キムチも辛くない。他のとこは標準語にしようとするが、大阪の人はそのままだから、まあ、まあ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 、大阪弁が多いっていうのはだから、まあそうですよね。大阪の人は本当大阪弁で行きますからね。僕のね標準語でに似せた偽標準語でね配信を始めた僕ですら今ね大阪弁なんですよね。辛くないの、うん、この2つはいや辛いの辛いですよ。あ、だからこれは僕のこの好みを引き算してみてください。好みっていうかタイで住んでることをちょっと考慮していただくと、この2品は、まあ、日本の人にとっては辛いっていう人はいると思います。その辛いの苦手っていう人は食べられないかもしれないです。でもこの1品だけが飛び抜けて本当に、まあその材料がタイっぽいんでね、だからかもしれないですけど、すっごいタイっぽい辛さですね。って言っても味はもちろんものすごく韓国系ですよ。で僕は何が好きかというと、もうタイに毒されてるのかもしれないですけど、この一番辛いやつが好きですね。これ本当はこれをこのチヂミの上に乗せて食べたりしても本当はうまかったんでしょうね。でもさすがにね結構量がやっぱり多かったんで頼まなくてよかったんですけど、満腹感が高くなってきたので味を変えて食べたい感じがねしてね、
こっち行ってこっち行って、何こんなもちもちしてます。あの結構イカをねふんだんに使ってるんですよ。そこがポイントです。あと野菜の甘みがねやっぱり縮みて出るじゃないですか。最高っすね。そこはタイ人のために作ってるのかな。でもタイ人の客もねもちろんあのね少なくはないはずですから、韓国人だけを相手にしてっていうとね、日本料理店だってあれですからね。あれなんで消えたの。